一気に雨が上がり、そしてスタート合戦の激しい戦いにお天道様も触発されたのか、この時間帯は再び日が差してきました。それとともに一気に気温が上昇、真夏日一歩手前近くの28度まで上がってきています。気温同様ヒートアップする準優勝戦もこれがラストのカードです。日韓コム杯争奪戦準優勝戦3番勝負、結びのカードは12レースの準優勝戦です。1号艇志賀丸野和樹、2号艇愛知前田敦也、3号艇福岡長野宗志郎、4号艇兵庫和原海、5号艇山口内田圭、6号艇大阪笠木博之、以上の6選手です。少しだけ対岸から風を感じているでしょうか。吹き流しの動き、空中戦の旗も気持ちよい気味に吹いていますが、風速としてはわずかです。すんなり枠番通りの3対3。休み明けでもその旋回力妥協なし、丸野の陰線です。パワー面強力な存在は前田が2コース、3コースには3番の長野、近況は大村で優勝を飾っています。ダッシュ勢は逆転の秘策あるのか。こちらもエンジン注目、角1、4番の数原、地元内田5コース、そして今季 A2 での戦い笠木6コース、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ここ1番角から飛び出したぞ、4番の数原、2コースから2番の前田も出ていく。さあこの2人、1番丸のともども、ここは接待1マーク。その展開を見定めていたのは3番の長野宗志郎。スタートは前提正常でした。競り合った丸のこの時5番手、ラストに待ち構えているのが大波乱の結末。先頭3番の長野、2番手争い外枠両者、5番内田、6番笠木、内から4番の笠原近づく2マークの旋回、トップで戻る3番の長野、2番手ついてきたのは6番の笠木博之。この組み合わせ3連単、黄色いオッズです。2周目に入って3番手争い、4番笠原、内外に5番の内田圭、1番丸のその後ろ、2周1マークへ向かいます。先頭3番の長野、2番手6番の笠木とバックストレッチへ抜け出して、3番手は4番の数原海が一歩二歩優勢、5番の内田、さらにその後ろに1番の丸の2番前田最後方。レースは2周2マークへ向かっていきます。先頭3番長野宗志郎から2周2マークの旋回、2番手6番の笠木、3番手先取る5番の内田、刺してきたのは4番の数原、数原が刺してさばいてもう1回3番手、3番中野を先頭に、レースは最終周回に入っています。人気サイドの決着が続いたセミファイナルですが、最後の最後に待ち構えていました先頭3番の長野、6番笠木が2番手で大波乱の結末が目の前。3番手4番の笠原、相も変わらず優勢、5番の内田4番手、1番丸の5番手、2番前田最後方。ラストターンマークへ向かいます。2連単36の組み合わせ 332.8 倍、3連単3番6番4番出たぞ10万周1851倍のオッズ。3番長野、そして6番の笠木が2番手で、4番数原3番手まもなくゴール、先頭3番長野ゴールイン、6番笠木ゴールイン、4番数原ゴールイン、5番内田ゴールイン、1番2番の順でゴールイン。